中山香織です。この動画ではルーキーズサマーカップの3連覆予想をお届けいたします。まず1列目に選んだのが3番のファイアトーチです。前走の若林特別では僅差ですが1分28秒7のタイムで競り勝っており、走破タイムと最後の勝負強さを評価して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが2番鬼足、6番ライト3、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが5番ヤギリケハヤ、8番熊の子、以上の2頭を追加した3連覆フォーメーション5点で勝負したいと思います。